こんにちは。今回は宮城から山形の道の駅大江で車中泊です。途中の天童のゆゆぴやというところでお風呂に入っていきました。本当は道の駅天童温泉にしようと思ったんですけれども、道の駅大江のすぐ近くに朝6時半から入れるお風呂屋さんがあるので、こちらに決めたんです。ここは目の前にコンビニがあるので、何かね危険なことがあっても24時間空いているので、ちょっと安心材料の一つになります。寝るとこはここにします。はい、今、夕方の6時見ないですよね。6時16分、車内の温度が19度、湿度 48% だったり、ちょっと乾燥気味ですね。はい、でこれからやろうかなと思います。どうしようかね。餃子を買ったんです。ここに載せます。今日は温かいものを食べたい。今日は温かいもの。まずは一杯これね。欲しい。私がそんなに気をよく聞けないんだけほうれん草の根元にも栄養がたくさんあるんですよ。切り落としてしまう方が多い赤い部分ですね。骨の形成に重要なマンガンが豊富に含まれています。なので根の部分を十文字に切って水にさらす方法でも土は落ちます。今見えてるのは綺麗なのでね、もう洗って半分に切ってしまいます。今回は野菜だけですが、鶏肉をこのタイミングで切って入れるのも美味しいです。とってもね、さっぱりして食べられます。
これから鶏ガラスープを入れるんですけれども、鶏ガラスープは塩分を気になる方はほんの少しでいいと思います。あるいは鶏ガラスープを抜く形でもいいと思います。塩分が気になる方はレモンをその分いっぱい入れたりするといいかなと思います。レモンいっぱいかけます。ちょっとだけたらーっと。これから餃子を焼きます。これ、新酒サイダーをおみきですね、いただきます。サイダーだからね、このまま乾杯。あ、薄いかな。アルコールは入ってません。がっかりです。アルコール入ってない。これは後で飲みます。そうで、天童ワインですね。なんかね、初みたいですよ。今年初、2012年収穫、あ、2021年ですね。これはワイン、このボトルのまま飲むわけにはいかないから、乾杯、いただきます。あ、さあ、もうできたと思います。出てみます。いい感じですね。本当はね、羽をつけたいところなんだけど、なんもないので、なんかね、なんかいつもと違うからこびりついてる。いつもね、羽がある感じでね、できたり、こういうのもね、ふっと上手にできるんですけどね。あ、これはやっぱり、なんかな。よいしょ、こびついてるよ。もう、これのせいにして、もうこれはもうこのまま皿で。で、これで、いただきまーす。さあ、このどうしましょう。こびりつき、明日卵焼きを作ろうと思ったのにできないわ。いつもはもっときれいにできますよ。このフライパンのせいにします。いただきます。
あ、美味しい。こっちはどうでしょう、うん、野菜が食べたくてね、酸っぱくするの好きだから、とバター醤油レモン入れ、うんうん、あ、これさっぱりして美味しいわ。こびりついて取れないので、もう冷やしておきます。歯磨きを済ませて、寝る前のトイレです。トイレは明るくてとても綺麗でしたよ。修行じゃなかったです。他にも車中泊の方が何台か泊まってますね。下には電気式毛布が敷いてあります。だからあったかいです。そして上には寝袋を2枚重ねました。これでもうね、ほかほかです。じゃあ、おやすみなさい。おはようございます。身支度をして向かい側のコンビニに行きます。セブンイレブンで温かいコーヒーを買いました。白蛇パンと一緒にいただきます。これね、中にあんこが入ってるんですよ。ほら、今6時、6分、7分、そのくらいの時間ですね。で、今ここの温泉、朝6時半からやっている温泉に着いて、今6時半からだからもう少しこう待ってます。来て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 、これ食べて。不健康なんですかね、後ろを歩いていたお姉さんに笑われました。風呂がね、硫黄の香りがしてとってもあったかかったです。いいお風呂だった。感動もの。お野菜をゲットしました。なめこがすごい、これいいですよね。これでこのなめこ500円で売って、玉ねぎが結構、ね、1、2、3、4、5、6、6個200円です。すごい安かったんで買ってきました。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンを押してくださると励みになります。